ロレックススポーツカーシリーズはグランダムロードレーシングが運営する最高峰のシリーズだった。これは北米を拠点とするスポーツカーレースシリーズで失敗に終わったトクに代わりグランドアメリカンロードレーシングチャンピオンシップグランダムシリーズという名前で2000年に設立された。ロレックスは2002年にシリーズスポンサーを引き継いだ。シリーズでは スポーツプロトタイプカーとグランドツーリングカーのマシンのクラスの構想をした。2003年にデートナプロトタイプとして知られるプロトタイプシャーシがデビューした。これはプレミアイベントであるロレックスデートナ24時間レースにちなんで名付けられた。シリーズは北米耐久選手権でデートナ24時間、ワットキンズグレン、インディアナポリスでの3つのプレミアレースが特徴だった。 2012年9月5日、グランダムはロレックススポーツカーシリーズとアメリカンルマンシリーズが合併すると発表した。その後、新名称がユナイテッドスポーツカーレーシングと発表された。後に、ロレックスが自社のブランド名のチュードルをシリーズのタイトル名につける5年間のネーミングライツ契約に署名したことによって、2014年と2015年は、 チュードルユナイテッドスポーツカー選手権のシリーズ名が用いられた。ロレックススポーツカーシリーズの最終戦は2013年9月28日にライムロックパークで開催された。2005年、ラグナセカ2007年、デートナ24時間、デートナプロトタイプライリーマクキシーポルシェ1999年、ユートクの失敗で新たに結成されたグランダムロードレーシングは、 デートな24時間レースを中心に優得で使用された同様のフォーマットを採用する意向を発表した。このシリーズは1999年にアメリカンルマンシリーズにとって変わられた以前のインスタ GT 選手権のようなアメリカンスタイルのレースに変わるものとみなされていた。新シリーズは ヨーロッパの新しい FIA スポーツカー選手権で使用されるルールと同じスポーツレーシングプロトタイプの2つのクラス。グランドツーリングカーは3つのクラスで構成され、GTO は大排気量ベースのレーシングカー、g o は小排気量ベースのレーシングカー、AGT はアメリカンチューブフレームカークラス。シリーズにワトキンスグレン6時間レースを獲得し、 デートナ24時間レースと並んで2回目の耐久レースをシリーズに加えることで、オムズのセブリング12時間とプチルマンに対抗した。GTO と G2 は2001年に GTS と GT に改名され、オムズで使用されるクラスと同様にした。2003年にスポーツプロトタイプクラスにデートナプロトタイプが初めてデビューし、シリーズは根本的な変化を遂げることになった。 SRP2 クラスは2003年末まで継続したが、デートなプロトタイプがシリーズを引き継いでいる間、参戦は少なかった。AGT クラスは廃止され、GTS クラスに集約された。2004年、デートなプロトタイプと GT カーとのギャップを大きくするため、より早い GTS クラスが廃止された。GTS クラスの車は高速ではないにしても、 デートナプロトタイプよりも早かった。これにより GT クラスが GT のトップクラスとなりグランドアーマーカップシリーズからランクアップしたスーパーグランドスポーツクラスが加わった。2005年にさらに集約されすべての GT スタイルの車が GT クラス一つになった。グランダムロードレーシングのこの規定はレースで平等を保つことができどちらのクラスでも車の使いやすさと 低コストで参戦できるために、ほとんどのイベントで、多数の参戦チームがあるシリーズになった。ロードアメリカ、2012年チャンピオン、プルーエット、ロハス、ライリーマーク、XBBMW2011 年、マトキンズグレン、マツダ RX-82013 年、マツダロックスカイアクティブ、D レーシングカーこのように参加台数が多いため、グランダムは、 GT と DP クラスのショートトラックでのレースで、一度に50台の車をトラックに入れるのは難しいため、分けてレースする必要があった。いずれの場合も、土曜日に GT クラスがレースを行い、日曜日に DP クラスがレースを行う。このスプリット形式により、ドライバーは両方のレースに参戦できる。各レースは、2つのクラスが混走した場合のように、同じ距離で行われた。 ただし、GT クラスは、混沌の場合、優勝したプロトタイプより数週遅れでフィニッシュする可能性が高く、完全な距離をカバーできない可能性があるため、GT クラスは混沌のレースよりも、わずかに長い距離になった。GT クラスと DP クラスの混沌の場合、二つのクラスは、オートバイのレーススタイルのウェーブスタートを使用することになる。これは、フランス家が、 グランダムシリーズを組織する前にオートバイレースに参加していたロジャー・エイドモンソンのコンセプトである。この場合、DP カーに最初にグリーンフラッグを立て、続いて、通常20から30秒後に GT カーにフラッグを立てる。車を別々にスタートさせることで主催者は、2つのクラスの車が別々にレースすることにより、より安全なレース運営をした。ナスカールとの提携により、 多くのスプリントカップシリーズのドライバーがグランダムシリーズのレース、特にデートナ24時間レースに参加することがあった。日本勢では2010年に松田が GT クラスでスピードソースチームから RX-8 で参戦、デートナ24時間クラス優勝を果たし、その年のドライバー、エンジン部門でダブルタイトルを獲得した。また2013年シリーズでも 環境に配慮した車両によって競われる GX クラスでパイプフレームにアメリカのマツダ62の外装を装着しエンジンにベース用に開発したスカイアクティブ D を搭載したマシンでシーズン中に9連勝するなどしてクラスチャンピオンを獲得したロレックススポーツカーシリーズのタイヤ戦争は2000年から始まりミシュラン、ダンロップ、グッドイヤー、エーボン、ピレリ、フージャー、 横浜が2001年までのタイヤサプライヤーだった。2002年から2004年までダンロップとグッドイヤーがグランダムシリーズのタイヤメーカーになり、タイヤ戦争は2社のサプライヤーに縮小された。2004年シーズン終了後にタイヤ戦争が終結したため、2005年はフージャーがロレックススポーツカーシリーズの公式タイヤパートナーとして引き継がれ、2007年シーズンまで続いた。 2008年からはピレリがグランダムシリーズのタイヤパートナーの役割を2010年まで続けた。その後ピレリはロレックススポーツカーシリーズを離れ、2010年6月24日にスイス・ジュネーブでの FIA 世界モータースポーツ評議会の結果、2011年の F1GP2 アジアシリーズ GP2 のタイヤサプライヤーになった。2011年、 グランダムシリーズはコンチネンタルがタイヤサプライヤーを引き継ぎ2014年にシリーズがユナイテッドスポーツカー選手権に統合されるまで公式タイヤパートナーの役割を果たしたスピードチャンネルはロレックススポーツカーシリーズのほぼ独占的な放送局でワトキンズグレン6時間レースとデートな24時間レースを放送していた2013年8月17日 フォックススポーツ1は、ロレックススポーツカーシリーズとアメリカンルマンシリーズの、両方が、ユナイテッドスポーツカー選手権を結成する2014年から、新しく独占放送にすることになった。グランド、アム・コンファームズ・ノース、アメリカン・エンデランス、チャンピオンシップ・ホー2012、オートウィーク・クレーン・コミュニケーションズ、2011年12月31日時点の、オリジナルよりアーカイブ。 2012年3月17日閲覧。ウェルカムツーザフューチャーオブスポーツカーレーシングアメリカンレマンズシリーズ。2013年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年1月27日閲覧。グランド、アム、オムズツービカム、ユナイテッドスポーツカルレーシング。シリーズイン2014。オートウィーク。2013年5月24日。 時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4月22日閲覧。チュードルネームドタイトルスポンサー。スポーツカル365。2013年9月12日閲覧。アーカイブドコピー。2013年12月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年11月28日閲覧。ワールドモーター。スポーツカウンシル。23-06。 2010fia.com フ,フェデレーションインターナショナルで得るオートモビル2010年6月26日時点のオリジナルよりアーカイブ2010年6月23日閲覧コンチネンタルオフィシャルグランド AM タイアスサプライヤーフロム2011オートエボリューション2010年6月1日閲覧ありがとうございます